バットモゴーヒストリー。バットモゴー、初代 XR250 バハ。初代バットモゴーは、ホンダの XR250 バハです。28馬力、117kg のオフロードモデルです。私の人生において、唯一、新車で購入したもので、これ以降はすべて車もバイクも中古で購入しています。進学に伴い、移動の足を確保するため、高校卒業後にすぐライダーススクールに通って、バイクの免許を取り、2年ローンで購入しました。最初はアメリカンのマグナ250と迷いましたが、アドベンチャーしたくてオフロードモデルにしました。林道に行ったり、河原に行ったり、バイトに行ったり、車の教習所に通ったりと、大活躍でした。二つのライトがお気に入りでしたが、信号待ちで前の車がよく嫌がっていたので、後付けでライトスイッチをつけました。私の人生で初めての改造ですね。ドライサンプなので、オイル交換の仕方がわからず、バイクを横倒しにして、変なところからオイルを入れた覚えがあります。すぐに、15リットルのビッグタンク仕様が発売されてショックでした。1台目の車が事故って廃車になってしまい、その後2台目の車を買うのにお金が必要で、まだ1年ローンが残っているのに、雑誌の個人売買で売ってしまいました。買い手が取りに来た時に、5万円値切られて、すごい嫌な思いをしました。新車だったのでトラブルもなく、軽くてパワフルで、高速道路は少し怖かったけど、私の世界を広げてくれたかけがえのない相棒でした。チャンネル登録よろしくお願いします。またまチャンネル。